はい、今日の釣り場到着です。まあ、ここは秋川なんですけど、まあ、いつも釣ってるエリアよりはかなり上流の方来ましたね。いきなりポイント入景点からはいいポイントなんですけど、まあこういうとこはだいたいね釣られてるとは思うんですけど、この辺からやってみようかな。だいぶね川幅も狭まってきてますね。このエリアはちょっと来るの初めてなんですけど、まあちょっと見たところパッと見ですけどもいい感じな気がしますけど、ちょっと結構ね足場が悪くてどこまで登っていけるかわかんないんですけど、ちょっとやってみますね。ですね、時間がもう5時47分なんですけど、まあ、今ちょっとまあ足場悪くて撮ってなかったんですけど、まず一発目釣れましたね。よいしょ、一発目はね、ニジマス。まあまあですね。さっきからちょっと当たりはビクンビクンあったんですけど、ちっちゃいせいか全然乗らなかったんですけどね、何回か流してるうちにやっとかかってくれました。よいしょ。ポイントはねこの正面、あの深いところの一番手前側ですね。よし、ニジマスって結構なんかアホなとこあるから何回も釣れそうなんで、もうちょっとやってみます。あと小魚がね結構ぴょんぴょんライズしてるんですよね。よし、まあ一発目まずまだま釣れたからよかった。よし、もうちょっとやってみます。ちょっと撮影できないんだよ、ちょっとこんなね足場がないのよ。
ちょっと待って。ちょっと今、いや、ブドウムシで鮎が釣れたよ。たまに、こういうことありますよね。マジかよ。このサイズ以下しかいない。ダメだ。もっと上行きます。うん。時間がもうね、7時53分ですけど、今ちょっとここやってたんですけどね。ちっちゃいのはすごい反応いいんですよね。こういう、ちょっとした背の部分で。両肩がやっぱ上流の方来ちゃうと、なかなか出てこないかな。でもさっき、ちょっと強めの引きがあってバレちゃったんですけど、もしかしたらちょっと潜んでるかもしれないんで、ちょっとここで粘ってみますね。ちょっとだけ。ちょっとって言いつつね、結構粘っちゃうんですけどね。とりあえずやってみます。ちょっとね、あそこすごい浅いんですけど、ちょっとやってみます。ダメだ、キャンプ場だけやって、今子供たちが石投げ始めたから、もうだいぶ上行きます。時間がね、もう8時54分。ああ、なんか急に静かになりましたね。ですけどね、ちょっと至る所に橋がかかってて、階段だらけなんですよ。いつ誰か降りてきてやり始めてもおかしくない場所ですね。でちょうどあそこに今、縁みたいなのあるんですけど、今、まあ、取ってなかったですけど、ちっちゃいヤマメ釣れたんで、ブドウムシ、ずっとブドウムシとミミズ使ってます。どっちでも当たりがあります。で、今、カワムシ取ったんで、ちょっとこいつ使ってやってみましょうか。もうね、どこでやっても当たりはあるんですよ。ちっちゃすぎて、針にかかんない。よし。餌は、カワムカデのちょっとちっちゃいやつ。すごい量ですね。ヤマメとかアユがいっぱい泳いでる。おい、ほら。なんかバチバチやり合ってんじゃん。すげえなこれ。全部アユかじゃないよね。パーマーク入ってる。ヤマメもいるね。何してんの。まあちっちゃいのばっかりですね。あ、こういうのなんかたまにじっと眺めてるのも面白いですね。じゃあ上流の方行ってみますか。
時間がね10時20分です。今ねずっとこの淵で上流見たら釣り人いたし、これ以上もう進めないんで、深くてね。なのでここでもうしょうがないから、ずっと膝上10センチぐらいまで使って1時間ぐらいずっとやってたんです、ここでいやおかげで足がしびれて冷たくて感覚がないぜ。でもね、釣れるのはねウグイばっかり、たまにちっちゃいヤマメですね。なんでね、もう今日は終わりかな。もうブドウムシほぼ使い切っちゃったしな。よし、よいしょ。ちょっとね、今日の釣果一応キープしてはあるんだけど、持って帰る予定はないんで、ちょっと場をいろいろ荒らさないように一旦はキープしてたんですけど、逃がしますよこれはね。釣果はどうだ。よいしょ、出すんだこれ。見えるかなまあニジマスを筆頭に小魚ばっかりですね。うん、こんな感じ。じゃあ逃がします。ありがとう。じゃあちょっと休憩して、下山っていうか帰りましょうか。